白石のりゆきは、埼玉県大宮市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。元フリーターという異色の経歴を持つ。2005年から2008年まで東京ヤクルトスワローズの選手会長。元妻は、フリーアナウンサーの大橋美穂。幼少の頃はサッカーをしていたが、リフティングがうまくできないためソフトボールに転向。中学時代は、 南式野球部に所属していた。春日部べ英高校に進学後、野球部に所属して、首相も務める。1991年には3番、遊撃手として、第63回選抜高等学校野球大会と、第73回全国高等学校野球選手権大会に、出場し、夏は、初戦で敗退したが春に一勝を挙げる。夏の埼玉大会決勝では、 門倉健を要する聖望学園高校を破った。高校通算7本塁打を記録。卒業後は、青山学院大学に進学するも、1週間で中退。大学中退後、ガソリンスタンド従業員として生活していたが、日本ハムファイターズの入団テストに合格し、1994年度プロ野球ドラフト会議において、日本ハムから5位指名を受けて入団。 日本ハムの入団テストに先んじて、ヤクルトスワローズの入団テストも受験しているが、こちらは不合格だった。入団3年目の1997年には、フレッシュオールスターゲームに出場したほか、球団史上初のファーム、日本選手権制覇に貢献したが、一軍には顔見せ程度のわずかな出場に止まっていた。1998年のパシフィックリーグ公式戦。 開幕前日、野口久子コートの交換トレードでプロ入り前の入団テストで不合格となったヤクルトスワローズへ移籍。このトレードの背景には、ヤクルトがプロ野球脱税事件による出場停止処分を受けた声優劇手、宮本真也の代役を探す必要に迫られていたという事情があった。1998年移籍後すぐに1。 軍弁地入りしアキレス腱痛の関係で、遊撃手ではフルに活動できない池山流館をサポートする形で、出番が激増し、4月10日の中日ドラゴンズ戦では、先発メンバーにも選ばれた。宮本復帰後は主に二類種として出場。プロ初本塁打も記録し日本ハム在籍時の3年間の、 一軍出場数総合してもそれを上回る44試合に出場した。1999年4月2日の横浜ベイスターズ戦で土橋克幸の故障のため8番2類種で初の開幕戦先発出場を果たす。2002年に2度目の開幕戦先発出場をつかむも4月28日に左肘を脱臼し長期離脱を余儀なくされる。 しかし、この年は、自己最高となる8本塁打を記録した。2005年はドバシから2類種のレギュラーを奪って、自己最多の130試合に出場し、打率。256、安打92、本塁打2と、まずまずの成績を残した。シーズン終了後、ヤクルトの選手会長に就任。神宮球場でのスタメン発表時、イケメン選手会長と紹介されていた。 2007年は腰痛により、開幕2軍スタート。4月25日に昇格すると本塁打を放つなど、好調だったが、直後に、退場方針により、医師から、絶対安静を指示されるなど、不運が続いた。2008年は、田中広安の台頭や、日本ハムから移籍してきた、川島慶三が頭角を表したこともあり、出場が激減、前半戦は主に、 畑山和弘の守備固めで出場した。後半戦は、腰痛で離脱、打率。048に終わるなど苦しんだ。2009年は腰痛に苦しみながらも、2軍で、打率3割以上を記録。2002年の左肘脱球に続いて、右肘痛も重なったことから、体の限界を感じ、同年10月2日に、現役引退を表明。 引退試合となった同年10月12日の読売ジャイアンツ戦では1点を追う8回に代打で出場、落ち大輔から左中間を抜ける二塁打を打って、チームの逆転勝利に貢献。試合後に花田正人と共に引退セレモニーが行われた。10月28日に、翌2010年から一軍守備総類コーチに就任することが発表された。 ヤクルトコーチ時代2011年9月28日から休養し、現役時代からの腰痛の原因である、追間板ヘルニアの手術を受けた。もともとは、シーズン終了後の予定だったが、ノックなどにも支障が出るため手術に踏み切った。同年10月7日に復帰。2014年限りでヤクルトを退団し、2015年は、 北海道日本ハムファイターズの2軍打撃コーチを務め、翌年の2016年度からは1軍打撃コーチに就任となった。2020年シーズンからは2軍内野守備コーチに配置転換。2月、沖縄県国上村での2軍キャンプの打撃練習中に急に倒れて顔面を強打。名護市の病院に緊急搬送され。 精密検査を受けたが、頭部に異常はなく、科学部打撲と診断された。なお、白石は、倒れる直前に左膝に打球を受けていたという。数日間の入院と、約一週間の静養に努め、後に復帰している。2021年11月1日、契約満了に伴い退団。12月3日、2022年より二軍地位付 守備総類コーチとしてヤクルトに復帰することが発表された。ありがとうございます。